せーの、本日のよろぴこ。体の今、足に向かってプレーボールよろぴこ。今の仕事してるやん。そうですね。今ベイサイドリーグっていうのがありまして、まあチームが千葉と神奈川に、まあ今2チームしかないんですけども、そのリーグの GM をやらせてもらってるんですけどね。まあどんどんチーム数をやっぱ増やしていきたいなっていう考えは持ってるんですけどね。プロ野球なのか。一応はいプロ野球になる。独立リーグですよね。そうなんですよ。関係というその系列でまあ独立リーグでもその独立リーグ野球機構っていうのがありまして、そこにやっぱり今ちょっと加盟できてないんです。加盟できてないとやっぱりこの大学と試合したりとか社会人とまあもちろんクラブチームとかも試合できないとなりますから、そうなんだ。まあそこを今目指してですね、そういうのをやってるんですけど、大変だけどね。まあ立ち上げたばっかりなんでまだそこはもうこれからだと思うんですよね。選手もね結構いいところからいい選手来てますよね。そうですね。はい。YouTube で流れてましたよ。あ、本当に。そういうのをどんどんこう広めていって、やっぱりそこの魅力っていうところもみんなにこう分かってもらわないといけないっていう、まあ子供たちっていうかまあ高校まあ大学でもってそこでもこう少しでもそこに行きたいなっていうふうにですね、思わないようなものにしていかないといけないんじゃないかなっていうふうには思ってるんですけどね。ぜひですね、我々もね、応援しに、で始球式に行きましょう。ぜひ始球式左投げそう。もう左投げですからね。今から練習せないから。そうね。いいじゃない。さすが。まあ宮崎って今片岡もいるからな。まあそうですね。うん、うるさいのが。よく一緒でやられてるから。ほんま。しゃべり出したら止まんないぐらいの勢いだからね。マジで。あ、あれもいるわ、崎原。あ、そうですね。ああ。バラも宮崎やろ。そうです。あれ宮崎？日大です。宮崎日大。うん。北別府さんも宮崎じゃないですか。宮根城。宮根城です。はい。宮崎なんですけども、生まれは鹿児島県なんです。あ、そうなんですね。あとこうなちょっとこうとか。宮崎じゃないんです。僕は都城なんですけどね。だって20キロぐらいは毎日自転車で行かれてたみたいですね。もう牛しかいないとこ。何回か通ったことあるんですからね。福島より田舎です。マジで。宮古島行くんよ。オープン戦必ず。ありますよね。ペンもいるし、キャンプもしますからね。それで行ったら。本当牛しかいない状態よ。町はちゃんとしてるけどね。町はもう繁華街は賑やかですからね。結構大きいですから。ただ宮崎ってあの辺って俺ねすっごい印象あるんだ。鶏がうまいよ。まあ鶏は美味しいですね。なんかすごい地鶏が。そうですよね。もうあと南高。ああありますね。いろんなことは。南高してる子行かれて。南高。南高。数当てるやつですよね。に知ってる南高。うん知ってますね。いろんなとこにありますよ、そういうのは。こうやって端系みたいもんよ。持ってるこうあれを数当てて、こう長いブロックがある3つね。こうやってそれをこうやって手でこうやって隠してね、こうワードと膨らませたりとかね、数当てゲーム。数当てるんです。知らないです。だから四国の高知やったら端系で南高。知らないですね。知ってる？宮崎あるよね。ありますね。だからいい選手。なんで？これ南高がうまそうやね、これ。18歳までしかいなかったですからね。南高なんかそういうのかな。それからノンプロやろ？そうです。JR 国鉄ですよ。だから昔の鹿児島のですね。鹿児島鉄道管理局。そこで野球やられてたんですよね。そうです。何年やってたの？4年です。4年。その時もやっぱり内野外野ですか？そうです。まあスタートは必ず内野なんですよ。で高校の時も言ったじゃないですか。要は内野をクビになって外野ってプロ入っても内野クビになって外野ですよ。でも器用やろね。いやそうでしょうね。で走り方もブレんし、こう西パーッと足回転数いいから。そのイメージがありますよね。そうやろ。で内野クビで外野、俺もほら内野クビになって外野行ったから。レフト川崎球場もうロッテこらえて笑ったろ西尾、今でも覚えてるけど笑ったろ我慢してました。笑ったろ笑ったろなんて横から見たらよくわかるんですよ。横から見たらグラブがですね、この帽子のつばにポンとこう当たるんですよ。で帽子がこう動いたりしてるからつい笑ってしまう。笑えますよね。もう普通にパッとれんわけよ。もうやってないからさ、急にですからね、あの時で勘違いしてるの。外野優しいと思ってるけどみんな違うよな。外野難しいですよね。難しいですね。でこうだけポンってこう差し込まれてコンって当たるわけよ。帽子がポンって当たるけど西がやる。笑えますよ。センターから見てて、すいませんすいませんでした。笑ってるの分かるわけよ。で俺も自分でコンって当たるの分かるから、よかったですね。宇野さんみたいにデコにコンと当たらんで。いや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 、外野だったら大野やろ。内野あるけど。でそういうイメージやっぱしどこでもできたんだね。まあ自分では器用とは思わないんですけどね。器用だって。器用でしょうね。首位打者。首位打者です。ゴールデングラブですよ。どうだって。またそこに話を戻したらまた。いや逆にですね、西村さんから見た高橋慶彦っていう人間はどんな感じだったですか？僕はもうやっぱり当然広島の子も若い時からバリバリのレギュラーっていうのあるじゃないですか。で社会人の時からすごい年は3つ慶彦さん上なんですけども、まあそんな変わらないじゃないですか。そうですね。すごいなと思ったですね。第一印象テレビを見させてもらった時に、それで仮鉄に小葉さんの小葉監督の甥っ子さんがいらっしゃったんですよ。お兄さんの息子さんで、そこで一緒にこうやってるからで、広島ファンじゃないですか。で僕らも当然広島をテレビじゃないですけども見るようになってというところで、とにかくもうショートの守り、遠くにも走りで、もうスイッチヒッターですから、その時やってないじゃないですか。そうですよね。もうすごい人だなっていうところ、もうそれが第一印象です。褒められてますよ。ありがとうございます。で入ったらスッと抜かされて、抜かされたらそんなんないんですけども、はい、だからやっぱり1年目のオフにスイッチヒッターっていうところの転向になった時に、まあ目標とする選手は当然いなかったんですけども、自分の独自のものを作りたいなっていうのがあったんですけども、当然その中っていうか、スイッチではすごいなすごいなすごいなっていうところはやっぱ吉野さんもいらっしゃったんで。なるほどですね。松永とかですね。まさにすごかったね。そうなりますよね。だからこの間もちょっと話したけどね、打ち方をこう寝かして素直に打ってるからね。そんな感じですよね。あれ山下立ててるっていうイメージないですよね。あれは山下さんからやっぱり教わったっていうのも当然あるんですけども。高畑さん、ね、はい、結構熱心に教えていただいて、で自分の中でもやっぱこのバットを振りに行くじゃないですか、その時に普通に構えた時よりはちょっとこうヘッドを寝かした方が、もうそこの軌道にすぐ入れるっていうのを感じたもんですから、もうああいう構えになったんですけどね。そうね、こうやって本当に、でこうしといて打つよりはもうこう構えてるから。持っていった方がまあ遠くに通さないで済む白子たちだね。すごい視野のバッティングよ。理にかなってるってことですね。俺もこうしよったからね。山内さんのせいで。山内せいでって。で高畑さん、あの人に教わってよくなったって人多いよね。そうですね。サブローもそうやろ。そうですそうです。多分すごいバッティングだね。バッティング技術ももちろんそうなんですけども、やっぱこの接し方じゃないかなっていうふうには思うんですよね。当時からやっぱり、僕ら若い時にはコーチの人たちからもうこれや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 れみたいな感じになったじゃないですか。でもそういう感じではなかったんですよね。もうその当時から、まあ、今ではもう主流になってる褒めて伸ばすっていうような感じがあの人にはやっぱありましたよね。先駆けですね。だからみんな言うよね、すごく親身になってくれたって。スイッチヒッターも全くそれまで左やったことないんですけども、でタワー1週間でもう自分ではもう気持ちなくてっていうようなイメージがあるじゃないですか。でそれをもう逆にすごいなっていうふうに言われたんですよ。たった1週間でここまでやっぱ触れるようになる、そういう形でやっぱり触れるっていうのはお前すごいなっていう、そういうふうな言われ方をしたもんですから、となると人間というのはやる気になるじゃないですか。なりますなります。あれをなんだお前1週間も経ってんのにまだそれぐらいはしか触れないんだってなったら、そーこの人みたいになってしまうじゃないですか。でも西構えた時にさ、どんな感じだったの？こうやって振るんだみたいな感じあの雰囲気がもうやっぱり怖いですよね。言いえなきゃ言えよね。でもなかったよね、一緒にファーストコーチ、サードコーチこれ表の裏と表の背番号なんて最終的にはさ、コーチのもんね。そうですよね。オールスターズこれから始まっていきますっていう、まあ流れで、監督ぜひよろしくお願いします。はい、わかりました。よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、いいねとコメントをよろしくお願いします。それでは、ゲームセット。次回もよろぴこ。